かつて世界がまだ暗黒に閉ざされていた頃、マナの女神は世界を滅びに導く8つの最悪の化身である神獣をマナの弦によって打ち倒し、8つの溶石の中に封印した。かくして闇は去り、世界は創造された。マナの女神は木に姿を変えて眠りにつき、長い年月が過ぎ去った。しかし8つの溶石から再び神獣を解き放ち、神をも超える力を手に入れ、世界を我が物にしようと企む者たちによって争いが起き、世界は終わりを告げた。地上からは急速にマナが失われ、マナの木も枯れ始めた。聖剣伝説3トライアルズオブマナ。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3ではやっていきましょう。もうちょっとオープニングが長かったんで早速始めていきます。体験版のセーブデータは引き継ぎません。最初からやっていきます。ゲーム設定のちょっとオプション、そう、1回カメラ上下だけはリバースにしたんで、これでいきましょう。ではニューゲーム、明るさはまあとりあえずこのままでいいか。で、難易度設定ハードでいきましょう。体験版やった感じ、ノーマルでもそんなに難しくなかったんで、ハードでもやっていけるかなと。いや、最初だけかもしれないけど。じゃあ主人公選択ですね。一応デュランかアンジェラか、ケビンかシャルロットかホークアイかリースの6人の中から主人公1人選んで、あと仲間も、2人自由に選べますね。で、これ体験版の時もちょっと言ったかもしれないんですけれども、主人公はデュランでやっていきます。まあ攻撃タイプのキャラですね。これはフォルセナの戦士デュランだ。で、もう一人はアンジェラでいきます。で、これはまあ単純に魔法を見てみたいというところですね。魔法の使い勝手がどんなものなのかと。アルテナの王女アンジェラよ。魔法キャラです。あと回復役でシャルロットを入れていきます。エルテナに住む美少女シャルロットデッチ。これでいきましょう。デュラン、出番だぜ。しっかりな。ただいまより剣術大会若手部門1位決定戦を行う。両者前へ。
お前なんかには負けねえぜ。ブルーザー、こいつ若手なの？やれるもんならやってみな。もはや年齢不詳なんだけど。はじめ。ブルーザー、今日こそ決着をつけてやれ。バトルチュートリアルですね。丸ボタンがジャックで、で一応回避ができる。強攻撃、一回体験版やったきりだからここまで詳細なのは覚えてない。ため攻撃もあったね。かけらを集めることで SP ゲージ、 L1 をしながら必殺技。よし、このまま一気に型をつける。そこまで。デュランの優勝だ。よくやったぞ。腕を上げたな、デュラン。草原の王国フォルセナの傭兵デュラン。父親は英雄王のかつての友人であり、黄金の騎士と称されるロキであったが、デュランが幼い頃に行方不明となる。親も病気で亡くしてからは、叔母のステラのもとに妹のウェンディと共に引き取られた。父親の思い出はほとんどないものの、やはり血は争えず、剣術において若手の中では右に出るものがないほどの腕で、フォルセナ国の傭兵として英雄王に仕えるようになった。もうすぐ交代が来るから、それまでの辛抱だ。俺はちょっくらもう一回りしてくるよ。デュランって何歳なの？もう夜勤についてんの？18歳未満は22時以降の就業禁止だからね。17歳とかじゃなかったっけ、デュランって。ドラゴン大使だよ。今度の敵は竜帝と呼ばれるドラゴン族の中でも最強のやつだ。だが大丈夫、リチャード王子と私なら必ず勝てる。デュラン、お前は男の子だ。妹のウェンディと母さんを頼むぞ。ロキは私を助けようとして竜帝と差し違え、竜帝と共に底知れぬ穴に落ちていってしまった。私たちはその後1週間そこに留まってロキの捜索を続けたのだが。そうですか。あの人は、ロキは最後まで黄金の騎士であり続けたんですね。彼もきっと本望だったと思います。シモーヌ、しっかり。ステラ姉さん。シモーヌ、どうしてこんなになるまで病気を放っておいたんだよ。私が病気だと知ったら、きっとロキは安心して戦いに行けなかったと思うの。私はあの人の足手まといにはなりたくなかった。バカだよ、あんたもロキも。姉さん、子供たちを。安心しな、あんたの子供たちは私がちゃんと面倒を見てあげるよ。よかった。ありがとう。シモーヌ！
けねえ。うっかり寝ちまった。立って寝てたのかこいつ。しっかりしろ。一体何があったんだ。あれは。侵入者を追いかけよう。おお、切りかかってしまった。うう、金の女神像と銀の女神像。銀色の女神像を調べるとセーブができます。金色の女神像はヒットポイント、マジックパワーの回復ができます。見つけたら調べましょう。え、どこにあった。え、どこにある。あ、ここか。セーブしますか。はい、オッケー。こっちか。あれ、これダッシュどうすんだっけ。あの歩き方なんか意味あんのこれ。待て、何者だ。なかなか勘の鋭いやつだ。バトルスタート、ファイヤーボールプラス。これ食らってみよう。お前はこの城一番の剣士であることを誇りにしているよ。結構詠唱時間長くね。自分の弱さを思い知るよ。何もやってないんだけど。まだまだ子供だな。こんな奴を雇っている英雄王は大した王じゃなさそうだ。なんだと？国王陛下を悪く言うことは絶対に許さん！とどめだ。城内に侵入者がいるぞ！探せ！命拾いしたな。今日はこれで引き上げる。まあ、慌てなくてもこいつのような雑魚相手ならいつでもたやすく我らの占領下に置くことができるだろう。待て、昨夜城内に侵入した謎の魔導士によって警備についていた者たちがやられ、生き残ったのはデュラン一人。全員死んだんだ。記者の話では赤いマントをつけていたという。噂に聞いたアルテナのグレンの魔導士に違いない。ではアルテナが不届きにも我がフォルセナにスパイを送り込んだというのか。許せん。向こうが攻めてくる前にこちらから全面攻撃を仕掛けようぞ。おう。まあ待て、敵がアルテナという確かな証拠があるわけではない。それになぜアルテナが我が国に対して攻撃をしてくるのかもまだ明らかになっていない。昨夜誰にも気づかれずに城内に潜入し、あのデュランでさえもかなわなかった相手。今下手に動けば敵の罠にはまる危険性もある。まず城内の軍備を固めた上でアルテナの様子を調べるため、こちらからもスパイを送り込んでくれ。よい。アルテナ、断りの女王、なぜフォルセナに。
りして。お兄ちゃんの弱虫大嫌い。この二人ってどれくらい年離れてんだ。ウェンディすげえ小さく見えんだけど。城下町を散策しよう。俺の兄貴もあの夜クレンの魔導士に畜生。だって最初なんかさ生きてたよね、うーって言ってたけど、もしかしたら助ければ命は助かったんじゃないかって思う。戦争が始まるかもしれない。傭兵なら何とかしてくれって。傭兵ってどれくらい給料もらえるんだろう。デュラン、そんな魔導士のことなんて忘れてパーッと騒ぎましょう。あ、いいな、デュラン結構モテるんだ。いや、もしかしたら傭兵は結構高級鳥で、こいつはその、あ、ダッシュの切り替え、ん、押せばいいの、わかんねえ。弱虫か。少し街を歩いて頭を冷やそう。これ目的地マップにあるんだよね。なんだ、あ、話せってことか。占いばあさんの言ってた通り、これからのことも聞きに行ってみるか。今夜中に東のマイヤの港に行こうと思ったのに町の外に出られない。外はさすがに出れないから、もう一個。てかこれ結構ねアイテムが落っこってるんだよね。プイプイと6ルク、小じきだな。金を漁る魔法のロープ。いや、ただそのダッシュが分かんねえんだってば。え、な、何ボタンだったあれ。違う違う違う、ジャンプでしょ、攻撃でしょ、回避でしょ。あれどうやって、これ歩いてる、でこれで走ってる。なるほど。犬お、ご機嫌斜めだ。いや、ダッシュしてるでしょ。で、壺壊して。これ全部探索してると結構かかるよね。このヒントの表示いらないかな。よく、これ出てくんだっけ。リターンジャンプはさすがにできないか。あ、こうか。星屑のハーブ、リングコマンドは出てたんだ。これか。あ、これショートカットキーか。ここは図書館っぽいね。フォロステナ城が攻められるなんて不安で仕方がない。占いばあさんに相談しようかしら。たった一人の魔導士相手に見張りの兵士が全滅した、まあ、確かにそう言われるとちょっと不甲斐ないよね。神獣リスト、土の神獣ランドアンバー、風の神獣ダンガード、火の神獣ザンビエ、水フィーグムンド、月ドラン、木ミスポルム、光ライトゲイザー、闇不明。警備の兵士だらけ。いや、でも死者が出てるからね、生き残ったのがデュラン一人ってちょっとあれだよね。重傷者じゃなくてみんな死んだんでしょ。街も大変だよな。で、あと目的地になってんのは実情でいくと下の方、宝箱が見えたな。いや、これ全部回収すんの相当大変だぞ。目についたやつだけ見ていきますか。武器は買えないはずだからちょっとほっとこう。グレンの魔導士の噂は耳にしたことがある。よもや刺客としてこのフェルソネに現れるとかな。占いの館へ向かおう。こいつ姉ちゃん口説いてんのかな。いや、そうか、今ちょっと兵士の信頼落ちてるからな。
グレンの魔導士侵入を許した形になってるから、兵士大丈夫か説が出てる。で、ばあさん、ここは占いの館じゃ。なんじゃ、ずいぶんとしけた面の客じゃの。なんだと。人の運命は 99% まであらかじめ決まっておる。じゃが残り 1% に未来があり夢がある。人はその 1% をこう呼ぶ。希望と。お主、何か悩み事を抱えておるのじゃろう。どれ、この占いババが占ってしんぜよ。うるせえ。俺は占いなんか信じねえ。力だ。信じられるのは力だけなんだ。やいババ、どうすりゃ俺は強くなれるんだ。何するんだよこの乱暴者。そんなに強くなりたきゃ生徒ウェンデルへでも行きな。光の司祭ってのがクラスチェンジの方法を知ってるってさ。クラスチェンジ。あんたみたいなひよっこはひよこ戦士にでもクラスチェンジするんだね。さあとっとと出てっておくれよ。占い台踏み倒してんだけど、こいつ。ひよこ戦士、帰ろう。金払わなくていいって言ってんだから帰ろう。クラスチェンジか。あのクレンの魔導士に勝つためなら何だってやるぜ。よし、一丁生徒ウェンデルまで行ってみるか。ここが自分の家かな。旅の支度を整えよう。寝てるね。電気完全につけて寝てるな。まあちょっとそういう人たちなのかな。電気は暗くしないで、自分の部屋は2階。俺はあのクレンの魔導士を許さない。何があっても必ず倒してやる。それまではここには帰れない。帰らない。フォルセナから旅だと、もうちょっと厚着した方がいいと思うんだけどね。寒いところに行ったらこれ寒いでしょう。フォルセナってなんか雪国じゃなかったっけ。まあこいつは何も考えてないからね。ここに剣が置いてある。この剣はどうなんだ。剣と盾だからデュラン盾持たないよね。あれクラスチェンジすると盾とか持つんだっけ。だからもう聖剣3は全然覚えてないな。ウェンディ、ステラおばさん、ごめん。あれ電気消してあげた。なんか暗くなってたよね、さっきあんな明るかったのに。お待ち。いや、これ手切るだろ、あの持ち方してたら。ほら、同じブロンズソードだけど、こっちの剣と取り替えていきな。これは？あんたの父さんが若い頃に使っていた剣さ。ロキもこの剣で剣術大会に優勝したんだよ。決勝で英雄を破ってね。あ、さあ、行きな。ウェンディには私からちゃんと言っておくから、後のことは大丈夫。旅立つ前にお城によって王様に挨拶していきなさい。お待ちになってるよ。国王陛下が。ロキの息子ならきっと旅立とうとするはずだって。さすがだね。まあ私も伊達にあんたたちの母親代わりをしてたわけじゃないから、そうなるとは思ってたけどね。おばさん、ありがとう。
きっと戻ってくれよ。ステロンボさんは結婚してないのかね。結婚してなさそうだよね。いや、わかんない。旦那に先立たれたとか。旅立つのか、デュランよ。王様、私が不甲斐ないばかり、むざむざと敵を逃がしてしまい、誠に申し訳ありません。私は、あの魔導士だけは許すことができないのです。生まれて初めて敗北を喫したばかりでなく、我が国王陛下を侮辱した、あの魔導士を。私はあの魔導士に打ち勝つまでは、この城には、戻れません。そうか、分かった。気をつけて行くのだぞ。ありがとうございます。あいついい目になりおった。以前はプライドが高すぎて心配だったのだが、ロキの若い頃にそっくりだ。コルセネから旅立とう。行きますか。みんな、これ結構朝早いよね、多分。景色的に。早起きたら、ちょっと姉ちゃんに話しかけこう。行ってらっしゃい、デュランちゃん。寂しくなるわね。いや、いいなぁ、こうやって慕われるなんて。コルセネに帰ってこないってことは、まあ本当はね、アイテムもっといろいろ見たかったけどね。そんな時間もない。先を急ごう。ボールベア高原、宝箱が一瞬見えた。ボールベア高原を抜けよう。あれ、これ壊せないの。あ、壊せない。普通に壊せるかと思った。この壺は壊せるよね。なんもない。あれ、入れるこれ。いや、多分俺はもう帰らないみたいなこと言ってくるな。ラビがいる。あ、そうか。弱攻撃、弱強攻撃で範囲攻撃みたいな。アイテムの種。植木鉢あったよね、宿屋に。あ、見れない。あ、割とゴリ押しで最初はいけるっしょ。お、あ、ウィスプの刻、ウンディーネの火。フォルセナ大地の叫び、どっちがどっち。こうでしょ。こうやって見なきゃいけないよね。左フォルセナ、右大地の叫び。こっちはじゃあこの先モールベア高原奥地、野生モールベアに注意。行ってみよう。行けない。こっちに行く用事はないな。行けなかった。まあでもいつか行くってことか。先手必勝。弱と強攻撃どっちがいいんだろうな。今のところはね。あ、回復した。何も考えずに攻撃してればなんとかなる。ヒントを次回消しとこう。あ、あと2で上がりそうですね、レベルが。あー、高台にアイテムがある。取りたいんだけど。いや、どっから取れる。いや、橋じゃないか。え、マジでどっから行く。え、ここ登ってくのか。多分やっぱ橋だ。宝箱ゲ、ラビが出てきた。左から天使の線。はい、これ蘇らせるやつだよね。ジャックジャック強攻撃で範囲攻撃か。レベルアップ。あ、そうそうそう、なんかねステータスポイント割り振れるんだよね。うわ、宝箱が。このサークルの外に出ると逃げるっていう。
強攻撃強いな。パックンチョコ、これアイテムはなんか買わなくても大丈夫そうだね。なんかそこら辺に落っこってんの集めればとりあえずなんとかなりそう。金も落ちてるし。ラビレベル1。あ、これこっちから行けるね。あれまだいる？いた。で、あの木を使って強攻撃がいいな、やっぱり。で、宝箱を取る。30ルク30円。ああ、あそこにも宝箱ある。そしてマータンゴ、いや、なんだっけ、マイコニド。めっちゃアイテム落っこってんな。あ、あそこにもまんまるドロップ。で、つぼぶっ壊して、ま、今のところはちょっとレベル上げとかも兼ねて敵は倒していきましょう。4ルク。これ回復か？回復だね。しかもところどころに回復が置いてあるからさ、割と楽な気がする今のところは。寝てる、容赦はしない。強くなるためにお前らには犠牲になってもらう。まんまるドロップ2個。回復はもうバッチリだね。反攻撃は強いね、やっぱり。なんかアイテムを手に入れてんな。大地の裂け目。大地の裂け目を進もう。アイテムの種6円。まんまるドロップ。誰が置いてんだろうねこれ。あ、ここにも落ちている。まんまるドロップ、あれ何個持てんのこれ。アイテム1種類につき魔法のロープ、天使の聖杯。いや本当にこれ道具屋いらずだな。アイテムの種8円。お、確かにこれあれだな、なんか逆側から見るのも必要だよね。こういうところにさ隠されてたらさちょっと見逃しちゃうよね。逆走するっていうのもまた一つ大事かもしれない。じゃあ橋を渡っていきますか。見てろよ、グレンの魔導士め。俺は強くなる。誰よりも強くなってやる。そして必ず勝つ。
魔導士に敗れ自信を失いかけたデュランであったが、いつの日かあの魔導士に打ち勝つため聖都ウェンデルへと旅立った。金あったの、まあ、そこそこ敵倒してたからね。どうせ船代も踏み倒してんだろうけど。なんか話すことある、これこいつと生徒ウェンデルへはどうやって行けばいいんですか。そういう感じかな。我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。さっきのやつ危害加えられてなかった。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行けやしねえ。町を占領しただと。獣人め、ふざけやがって。城塞都市じゃと。さすがに敵の数が多すぎるな。というわけで、とりあえずオープニング的なのが終わって城塞都市ジャドに来たところになりますので、今回はここで終了したいと思います。じゃあ聖剣伝説3ね、デュラン主人公で、やっていきますので、まあ、この後もね、よろしければご視聴ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。